一般路線バス西鉄バス北九州、浅野自動車営業所は、かつて、西鉄バス北九州の営業所の一つで、小倉北区、小倉南区、文字区、八幡東区、八幡西区地区を営業範囲としていた。福岡市内の100円バスの北九州版。平日と土日で、運行区間が一部異なる。全便スロープ付けバスでの運行である。 曜日別の運行ルートは以下の通り。小倉営業所へ行かん。現在は砂津発着だが、以前は浅野発着であった。また、当時はシンクロキバスセンター新設前だった。小倉営業所へ行かん。現在は砂津発着だが、以前は浅野発着であった。当時は浅野営業所の単独運行であった。 2003年4月に中谷営業所へ一部移管され、2006年3月11日に全面移管。現在は砂津発着だが、以前は朝の発着であった。また過去にはさらに複雑な路線が組まれていた。元は24番でカム線の派生。2002年3月に中谷営業所へ移管。 中谷営業所管轄の加納線と2008年3月に一部再統合された。このため、45番については、その際大幅減便され、2009年7月20日、一杯で愛の家車小便は廃止。赤坂海岸循環については、再統合に合わせて分離され、移管された。2008年3月24日のダイヤ改正で、担当営業所が、 小倉営業所に変わった。北九州空港移転前の路線。現在は北九州空港エアポートバスに移行して廃止。新路線は小倉、土方両営業所の担当。社会実験期間終了に伴い2013年12月31日の最終バスの運行をもって終了した。2021年10月1日現在の路線青葉 黒崎線4346文字駅、山田線全便再統合に合わせて分離され、移管された。霧急小倉駅線、河内、中畑線7条フィーダー線、青葉黒崎線476文字駅、山田線河内、中畑線泉台、高尾地区ミにバス小倉ループバス、小倉ループバス。ありがとうございます。